自迷ってば。そんなにくしゃみして風邪でもひいたのかよ。いや、実はガイ先生に花粉症をうつされたみたいで、くしゃみが止まらないんです。花粉症って人にうつるもんなのか？俺がなんか薬でも持ってきてやるよ。あ、すみません。お願いしてもいいですか？任せとけってばよ。薬に詳しい人に尋ねてみれば。さくらちゃん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。ん？何？リーさんがね。というわけで、薬が欲しいんだけど。その前に、そもそもリーさんって花粉症なわけ？え？今までの話だと花粉症ってよりもただの風邪って感じがしたんだけど。あんたもう一度リーさんに会って病状を確かめてきなさい。それで体温を測って37度2分以上なら風邪、それ以下なら花粉症。だいぶ大雑把だけど、あんたが判別するにはこれくらいで十分でしょ。うん、分かったってばよ。結果が分かったら教えて。症状に合った薬を作るから。了解。ゾクゾクします。ゲジマユ、これ使ってみてくれ。あ、これは体温計ですか？わかりました。どうだ？はい、37度3分ですね。そっか、そんじゃあ後で薬を持ってくるってばよ。ええ、お願いします。ゲジマユの体温測ってきたってばよ。で、どうだった？
それじゃあ薬を用意するわね。はい、これを持って行ってあげなさい。即効性だからすぐに効果が出るはずよ。リーさん、良くなるといいわね。池島よ、持ってきたってばよ。もう、ありがとうございます。臭い。では、早速。くしゃみが出ない。治りました。やったぜ。ありがとうございました。これで次の任務に向かうことができます。後でさくらさんにもお礼を言わなければ。